二千二十年四月二十五日。沖縄ニュース。本日。四月二十五日。土曜日。沖縄の地元新聞。琉球新報に。興味深い記事が。二つあったので。お知らせします。悪いニュースと。良いニュースがありました。 まず悪い方から拾ってみますコロナ関連のニュースです沖縄県内のコロナ感染に関して感染経路を表にしてまとめた記事がありました沖縄県内のコロナ感染者のこれまでの経緯からお話しします大型客船のダイヤモンドプリンス号が横浜に寄港して コロナ感染者が出たことで大きな騒ぎとなりましたそのダイヤモンドプリンス号が横浜の前に立ち寄ったのが沖縄・那覇港でした大型客船の乗客が沖縄観光に県内のタクシーを利用して観光をしたんですがその時のタクシーの運転手が沖縄で一番最初にコロナウイルスに感染した人になりました それが2月の上旬のことですしかし6週間が過ぎても感染者が10人以下が続きました感染者がほとんど増えなかったんです感染者がほとんど増えなかったので私はすっかりコロナを軽く見てしまいましたしかし4月に入ると状況は一変します 4月に入った途端に沖縄でコロナ感染者が爆発的に増えてしまったんですそれまで10人程度だった感染者が10人20人と増え続け4月24日現在県内の感染者の合計が134人になりました人口が140万人ほどしかいない沖縄でこの数字はほぼ 危険水準を超えています私は感染者がここまで急激に増えた理由が理解できませんでしたしかし今日の新聞を見て爆発的に感染者が沖縄で増えた原因の一端が分かりました3月の上旬に東京方面と 大阪方面から沖縄県内に流入してきたコロナ感染者が県内での感染を広めた可能性がある次は重要なポイントです2月3月とコロナ感染者が2か月間で10人程度とかなり少なかった沖縄でしたが4月に入り爆発的に。 コロナ感染者が増えています。3月の後半に連休があり、コロナ疲れした多くの人が沖縄にやってきたことが沖縄での感染を広げた可能性があります。この動画は誰かの責任を追求する質のものではありません。私たちの国がいかにしてコロナにやられていったか。 注意深く観察して今後に役立てたいと思うだけです私たちは誰もこの病について知らなかったので多くの失敗をしましたしかしこれからはこの病に注意を払い感染を広げない努力をしないといけないと思います 先週緊急外出制限が出ている中東京在住のタレントが沖縄にやってきてゴルフをして帰りました彼は東京在住時にコロナに感染していてそれを知らずに沖縄に来たのでした沖縄ではいろいろな人と密に会っているはずです知識が豊富な人でも こうしたことになってしまいましたこれは誰にも起こりうることですしかし今はもう私たちはコロナについて多くを知りましたあとしばらくは地元にいましょう遠くには行かないようにしましょう 首里正殿の再建が2026年の完成をめどに動き出していることは以前お伝えしましたが今日の新聞には中国からの使節団の艦隊に使用されたウチャヤウドンの復元が検討されていると報道されたそれと同時に中城郡や遠隔寺の山門の復元も計画的に進められている これは明るいニュースですねう茶屋うでんの位置首里城の南に金城町石畳がありますさらに南東には瑞泉酒造がありますが瑞泉酒造のすぐ南にう茶屋うでん跡があります首里城から近くう茶屋うでんができることで ますます首里城周辺の魅力が増すと思われます首里城西殿とともにウチャヤウデンの復元完成も楽しみに待ちたいです さて今回もなんだか慌ただしい動画になりました申し訳ありませんこの流行病が収まり世の中が落ち着き出したときにはまた沖縄へ遊びにいらしてください本日は最後までご視聴ありがとうございました